い、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語敬語丸三をお送りします。でこれで敬語も3つ目、まあ、敬語シリーズも最後で、そしてこのね国語シリーズ、まあ、文法シリーズもこれで最後になります。で最後はポイントの中にまずね1個穴埋めがあって、問題が3問計4問となっておりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で敬語シリーズの最初の時に敬語は3種類っていう話をしました。で一番最初丸1の時には尊敬語で、前回の丸2が謙譲語でした。で今回その最後の3つ目が登場するんですが、どんな言葉かっていうと、まず話して、まあ話す側ね、あと書き手、書く側が聞き手とか読み手、つまり聞く側とか読む側に対して言葉遣いを丁寧にすることで敬意を表す敬語のことをほにゃらら語と言います。でこれに関してはもう丁寧にするって言っちゃってるんで、そのまま丁寧語です。でこれで敬語3つ目全部揃いました。尊敬語、謙譲語、丁寧語ね。で丁寧語が一番シンプルで分かりやすいです。で一番、まあ、2つね項目ありますけど、1つはですとますをつけます。でこれは絶対ではないんですけど、ほぼ大丈夫、ですとますがつけば。だから、ね、今自分はハイチという名前で活動してますけど、ハイチですとか、ね、名前つけてほにゃららですみたいな感じとか、言いますとか書きますとか、そういった感じですますをつけると丁寧語になると。であと、おとごをつける、お茶とかご飯、お花とかね、茶、飯とかじゃなくてね、お茶、ご飯、お花と、こんな感じでおとかごをつけても丁寧語になります。いいかな、まあ、すごくシンプルだね。で最後に3つ、次の各文の誤った敬語、ちょっと間違った敬語があると、この中でね表現がある。でその使い方の箇所にまず線を引きます。ここ違うよと。で正しい表現に直そうという問題で、まず1つ目、2番が社長が書類を拝見する。さあこれ何が違うかっていうと、まず場所行っちゃうね。これここです。拝見するが間違ってる。で何が違うかっていうと、これまずね、拝見するっていう言葉を聞いた時に、これが尊敬謙譲、まあ丁寧はねここなんでちょっと入らないですけど、尊敬と謙譲どっちかって、それがすごく大事です。で前回の動画、前々回の動画ね、両方でこの言葉の尊敬はこれだよって、この言葉の謙譲はこれだよっていうのをポイントの中でやったでしょ。でそこでね拝見するが出てきたんですが、これは謙譲語なんです。ちょっとこれ漢字なんで開かれていい、謙譲語で、謙譲語なんだけど、謙譲語って自分側が下に下がるでしょ。尊敬語は相手を上に上げるんだけど、でその時にポイントなのが、この言葉の主人公、あ、この文の主人公、まあ主語だよねが何なのか。で今回は社長がって言ってる、社長なのね。ってことは上の立場の人間なんです。上の立場の人間が主語の時は必ず尊敬語使います。いいね、尊敬、上を上げない、あと相手を上げなきゃいけないんで、主語が上だからね。だから謙譲語が間違ってる。で拝見するっていうのはもともと見るなんだよね。じゃあ見るの尊敬語は何かっていうと、ご覧になる。だからこうなれば OK、 社長が書類をご覧になると。いいね、こんな感じで謙譲語と尊敬語、ここがやっぱり一番引っ掛けられるところなので、ここに気をつけて解いていく。で次も同じ感じだね。母がケーキを召し上がるです。でこれも間違ってるのどこかっていうと、この召し上がる、ここが違う。でこれ召し上がるもね、まあ、同じように尊敬と謙譲どっちかっていう考えると、これ召し上がるは尊敬語なんだよね。食べる、飲む、まあ、今度は食べるだね。でちょっと狭いんでごめん、あとひらがなで言っちゃうけど、これは尊敬語だと。でその時にやっぱり主語をチェックしなきゃいけなくって、これの主語って母でしょ。でこれね、自分とか、あと自分の身内、自分のお母さんとか自分のお父さん、まあ、自分の姉とかでもいいですけど、自分の身内が主人公の時は必ず謙譲語を使いますね。基本的に謙譲を使うと。
だから召し上がるってもともと食べるでしょ、食べるの謙譲語に行くと。で謙譲語は何かっていうと、食べるの謙譲語はいただくだよね。だから母がケーキをいただくと、こうなってれば OK なんです。いいかな。で最後はねちょっと違うパターンで、先生がおっしゃられたことを思い出す。これね結構何が違うんだろう、普通に使ったりする人多いからね。でこれどこが違うかっていうと、ここおっしゃられたです。これ結構使う人多いんですが、これねまず主人公先生でしょ、だから相手あげなきゃいけない立場なので尊敬語を使います。社長と同じ感じね、先生なんで尊敬語を使うと。でおっしゃるっていうのがあるじゃん、ここにおっしゃる。でおっしゃるは言う、これの尊敬語なんです。だから OK なの、お尊敬使ってるじゃんと。でもちょっとね敬語丸一、前々回の動画を思い出してほしいんですが、尊敬語っていうのはパターンが4つありました。今回ね丁寧は2個に分かれてますけど、4つあって、その1番のところに助動詞れる、られるをつけると尊敬の意味を表すと。まあ助動詞のねれる、られるが尊敬を持ってるからさ。で今回おっしゃるっていう言葉にれるがくっついてるんです。だからおっしゃられたとなってしまって、これ二重敬語って言うんですけど、おっしゃる、れるっていう敬語がしつこくなってる、これダメなんです。だかられるを取ってほしい、つまり普通におっしゃるだよね。で今回はおっしゃられたっていう過去のことを言ってるので、直すんだったらおっしゃっただよね。先生がおっしゃったことを思い出すと、ね、これが正しい敬語となります。でこの二重敬語もねたまに出てくるので、ぜひね覚えておいてください。おっしゃるとレールがくっついちゃってる、それ二重になってしまうので、一個のおっしゃったにしてください。いいかな。では今回は中学国語敬語丸三をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言わせていただきましたが、一応ねちょっと後で追加されるかもしれないんですけど、一応現段階では国語シリーズこれで終わりとなります。ここまでねちょうど50本となりましたが、見ていただいた方本当にありがとうございましたね。また違う科目もいろいろ取っていきますので、もしよかったらねそっちの方を見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。